はい、続きね。で、えっと、まあ、あの、実存主義の話をしてましたけれども、まあ、ほんのちょっとだけ実存主義って感じですけども、あの、実存主義っていうのはね、あの、別に、えー、構造主義の後に、えー、この授業では教えてますけれども、えー、流行った順番では実存主義の方が先です。 えっとね、1950年頃がね、あの、流行したと思うな、あの、サルトルっていうのはもうもてはやされてない、アイドルのような存在だったんですよね、その時、えー。フランスにおいて、あの、戦後ね、要は第二次世界大戦が終わった後ね、あの、サルトルっていうのはもうアイドル哲学者だったわけですよ。そのサルトルに、サルトル的なものを、 ではない哲学ということで構造主義がね、あの、起こってきて。で、一般的にまあ、流行の順番だけで言ったら、その、実存主義を構造主義が葬ったような形になってるっていうね、そういう形なんですけれども、まあ、果たして本当に両者は、あの、 じっくり比較検討されたことがあるのかって言うと怪しいっていうね。単純に流行の順番としてだけ構造主義が実存主義を押し出したような形にはなってんだけどって話で。で、実存主義もね、まあ新しい哲学なんですよね。さっき出た、さっき名前が出た人たちだってあの、キルケゴールが1813年生まれてね、全然哲学の歴史で言ったら新しいですよね。紀元前から哲学やってるわけですから。で、えー、じゃあその新しい哲学と古い哲学のなんていうか、えー ま、違いみたいなことで言うとね、一般的に、従来哲学に期待されるものって何なのかって話ですよ。まあ、あの、倫理の教科書とかで取り扱うようなテーマですけれども、要は、一般的に哲学には、あの、人間とは何かとか、人間はどうあるべきかっていう、そういう答えが期待されているところがありますよね。古くからの哲学にはね。で、まあ、あの、それに対して実存主義って、そんな問いかけはおかしいって、 っていう形で反撃してるわけだから、やっぱり新しい哲学なんですよね、実存主義って。人間とは何かどうあるべきかっていうのに対して、いや、こうあるべき姿とか、何のために生まれたのかっていう目的なんかないって言ってるのが実存主義なわけですから、やっぱ新しいんですよね、そこすごく。もう、実存主義っていうのは、今ここにいる私しかいないとただあるだけだってい、もう、何のためにあるんじゃない、ただあるだけっていう、それが実存主義なんですよね。それがエグジスタンス、現実存在なわけです。 で、えっ、ー、と、この授業でずっと扱ってきた構造主義っていうのは、まあ明らかに噛み合わないですよね。そのあの、古い哲学とも実存主義ともちょっと構造主義は噛み合わないですよね。もう、いや、だって人間にの無意識にまで浸透するプログラムがあって、それが私たちの中で作動してるんだって話でね。 でこの授業で扱ったレビストロースっていう人が、あの、サルトルに対してね、あの、攻撃を加えてるってとこがあるんですけれども、それもね、あの、実存主義のここがおかしい、構造主義の方が正しいんだっていうふうに攻撃加えたわけでは全くないんですよね。なんかでもほんと、ちょっとした口喧嘩みたいな感じで、二つの哲学の間で生産的な対話が繰り広げられたこと多分ないんじゃないかなっていう気がするんですよね。あの、 ま、その時、ね、あのあの、歴史観の問題がね、あの、サルトルとレヴィストロースで対、対立したんですけれども、まあ、サルトルはね、やっぱりあの、マルクス主義とかを信じてて、こういう風うに人間の歴史は動いていくんだっていうね、そういうことをね、あの、唱えてたんですけれども、レヴィストロースが、そういうのはあの、ヨーロッパの人間が思い込んでるだけであって、あの、別にそんなヨーロッパの人間が信じてるように歴史は動いたりせんし、あの、未開の部族にだって立派な論理があるんだっていう、無意識的かもしれないけれどもっていうね、 あ,のある種のメカニズムを持ってね、あの、洗練された文化があるじゃないかっていうね、ことレヴィストロスが唱えて、まあ、歴史観の違いでしょうね。まあ、だから、構造主義と実能主義、さあ、どっちが優れているっていうね、そういう対話はされたわけではないんですよね、有名人同士の間ではね。で、まあ、その、噛み合わないとされる構造主義なんですけど、でもって話ですよ。あの、構造の発生とかね、あの、構造が生み出される瞬間、誰かが、 ね、身を投げ出したわけですからね。あの、構造が決まってない状態で何かを決断するって、もうあの完全に決定不可能な決断を引き受けてるわけですけど、構造が立ち上がった時誰かがそれをやったわけですからね。で、まあ、あるいはあの時間とともにこう、まあ再生産されることもあれば、そうじゃなくてあの変革されたりね、えこの構造はダメだって革命を起こされたりすることもあれば、 っていう問題があるし、まあ、その時だって人間はね、あの、構造にからこぼれ落ちるものをきっかけ,きっかけにして、まあ、その、構造を作り変えようとするのかもしれないし、まあ、あるいはもう、あの、今日の授業であった、構造が破綻する時あるだろうって、構造が破綻する時主体はどうなるのって、フリーズしちゃうわけですよね、もう、構造が破綻する時主体は。まあ、最初に散々例を出しましたよね。えー、っと、まあ、構造プログラムの破綻ってことで。で、その時主体はどうなってしまうのサブジェクトはどうなってしまうのっていう、 その,時その時やっぱりねイエス・キリストのようにねあの決定不可能な状態の決断をやってるのかって話でねでまああるいは相対主義的な問題もあるからあ,のあるべき姿って社会によって様々だってことになるじゃないですか構造主義だとあるべき姿は社会によって様々だってことをまあそういう相対主義を構造主義は導き入れてしまうなら唯一のあるべき姿って決められないじゃんって話になりますよねそうなったらやっぱり構造主義もねあのこういうふうに実存主義とどこか あの、こう、通ずるところが出てくるじゃないかって話になってくるわけですよ。一般的には噛み合わないとされるもの。だけれども、こうやって緻密に見ていくと、どこかその、こう、まあ、構造主義が扱う構造に組み込めないものに注目し始めたら、実存主義と構造主義はどっかでこう、手を取り合うようなところが出てくるじゃないかっていうね。まあ、こういうことを考えるとね、あの、あれですよ。あの、 大学の授業っぽいですよ。<laughs> まあ、あの、世にある一般的な入門書にはね、あの、実存主義の、実存主義の流行が終わって構造主義が流行りましたって、それだけしか書いてないのでね、こういうこと考えてこそ、大学の哲学の授業でしょう。で、まあ、ちなみにね、あの、私の先生なんかはね、あの、まあ、あの、もう、えー、っと、 まあ、2019年でね、あの、定年退職された先生ですけれどもね、私の先生なんか、構造主義も実存主義もあんなもん結局一緒だぞとかって言ってましたけどね。<laughs> まあね。で、この、えー、いよいよ、いよいよなんだけど、あの、ジャックラカンという人のね、えー、領域に入りたいと思うんですけれども、まずその話題の突破口になるのは何かというと、この、構造から逸れたものとか、取りこぼしですよ。えー、構造から逸れてしまう、えー ものとか取りこぼし、変革を促すかもしれないもの。まあ、キリストはキリストで、それを暴露したわけですけれどもね。あの、あのやり方で、まあ。 そういうものって今までどういうものが出てきただろうと、授業で。まあ、あの、順番に上げていきましょうか。まあ、一つはあの、シニフィアン、シニフィアンのところでやりましたけれども、あの、純粋シニフィアンっていうのもね、あの、シニフィアンなきシニフィアン。ちょっとあれもなんか構造に組み込め、組み込みにくいものでしたよね。純粋シニフィアンっていうのもあったし、あるいはね、あの、分析化不可能なものっていうのは人間には必ずありますよね。どういうことかっていうと、あの、うまく分類できないものっていうことですけれども、シニフィアンが世界を分節化するとしても、 っていうね、ああ、微妙な時間だな、喋りきれるかな、まあまあ。で、これね、この例え、ね、雑でね、動画配信で言うの怖いんだけれども、もありとあらゆる人に、いや、土佐さん、そういう雑なこと言うのやめてくださいって言われちゃいそうなあの、本当にこういう安い例えを言うと怒られるんだけどっていう例なんだけど、あの例えば動物でね、カモノハシって生き物いるじゃないですか、オーストラリアにいますけれども、あの不思議な生き物。 我々人類はね、今の科学ではね、哺乳類と蝶類って分けてますよね。哺乳類っていうのはお母さんのお腹から、えーまあ、胎盤で栄養をもらってね、お母さんのお腹から生まれてきて、で、あの、授乳されて育っていくのは哺乳類。で、えー、鳥っていうのは違うわけですよね。鳥っていうのは、あの、卵で生まれてくるんですよね。で、授乳はされないっていうね。カモノハシっていうのはあの、立派なくちばしがある鳥みたいな顔してるのにね、あの、授乳するんですよね。おっぱいで育てるんですよね。子供をね、ベイビーを。 だけど、彼、まあ彼らっていうか彼女たちか。まあ、あの、カモノハシってあの、卵を産むんですよね。卵を産むのに授乳するんですよ、カモノハシって。まあ、今までの人類の分類だとね、何これってなりますよね。えってどっちなのこれ、こいつはっていうね。専門的には確か炭鉱類とかいう分類になるのかな。何なのこの生き物はってなりますよね。そういう分類不可能なものっているしね、っていう話で。えー、っとね、うん、ここで一回切って、もう一本動画作りますか。ちょっと一回切ります。